皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲ですっていうご挨拶、スノーボーダーの青木玲がなんとシュッじゃじゃーん、本日はスキーをやってみます。あの子供の頃に、小学校の頃にシーズンに1回ぐらいは家族でスキーに行くみたいな感じのスキーはやったことがあるんですけれども、あのバチテストを受けたりとかそういうこともやったことなくて、久しぶりのスキーでございます。どのぐらい滑れるか、今日は僕のスキーをチェックしてみてください。うん、なんかパンツがすげえ太いのでフリースタイルスキーの人みたいですね。これからリフトに乗って頑張ってみたいと思います。行ってみよう。はい、すいません、お待たせいたしました。じゃあちょっと行ってみましょう。いやー、いい感じです。もうちょい滑ってみよう。なんかもっと引っかかったり手こずるかなと思ったけど、なんかエッジのことを気にしてれば、なんか結構スノーボードに近いのでいい感じ。面白いスキー、外足に乗ってる感じがスノーボードのあのサイドカーブでボーって曲がってる感じで、もう全く同じなので、エッジ切り替えるときに足入れ替えられるじゃないですか、ね、スキーね、外足が変わるから。次こっち乗ればいいや、うお回る、次こっち乗ろう、うお回るが超面白い。もうちょい行ってみよう。
今日はボスさん、あーそれがいいと思います。今日はスノーボーダーの青木玲がスキーをやってみて、外足がスノーボードだなって痛感したスキーのトレーニングでした。ぜひぜひスノーボードしかやったことない方、スキーもやってみて、スキーしかやってないことない方、スノーボードもやってみて、このエッジに乗る楽しさを共有していきましょう。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。